彩雲飛行機雲の一部が彩雲となっている。霊彩雲は太陽の近くを通りかかった雲が緑や赤に彩られる現象である。随雲、軽雲、軽雲、中雲などとも言う。昔から随想の一つであるとされ、これが現れることは吉祥とされるが、実際はありふれた気象現象である。この現象は太陽光が雲に含まれる水滴で解説し、その度合いが 光の波長によって違うために生ずるもので大気交渉の一つである。県石雲や鉱石雲、風でちぎられた石雲などに見えることが多い。日の高い季節の昼間に太陽の下方に現れる、やや上に沿った水平な虹色の子が彩雲として参照されることも多いが、これは寒水平アークと呼ばれる現象で雲の中の氷彰により見られる。彩雲は 寒水平アークと共に地震雲の例に挙げられることもあるが地震の発生メカニズムと関連は科学的には示されていない。災雲は経営運や経雲、また随雲などとも呼ばれ、仏教などにおいては、日傘などと共に寺院の落景、海岸法要などには五色の災雲等と呼ばれる仏教的に重要な際によく発生する現象として認識されていた。また、 西方極楽浄土から阿弥陀如来が菩薩を従えて五色の雲に乗ってやってくる雷合図などにも描かれており随層の一つとしても捉えられていた。日本における記述例としては俗日本紀神語慶雲元年7月23日上と9月1日上に五色雲の記録が見られる。またその出現自体が戒厳の理由ともなり得て アスカ時代の704年から708年までは、慶雲。奈良時代の767年から770年までは、前日の神後慶雲の二つの年号が採用された。実際には上日の寒水平アーク同様、特定の気象条件や大気の状態により発生する、それほど珍しくない大気現象であるが、それゆえに、特定の事象、 行事と結びつけて認識されることが多々あったと考えられる。ありがとうございます。